はい、皆さんどうもこんにちは。こんにちは。今日から始まりますド素人シリーズチャレンジギターのコーナーでございます。はい、ついにやってきました。これからですね、大体20日間にわたって、平日のこの時間を利用し、こう隣におられる先生の指導を受け、我々沖縄 TV のスタッフが、チャレンジギター20日間でギターをどんどん上達していこうというふうに思っております。で、私がこちら司会進行させていただきます、岡野雅史でございます。いつも、お世話になっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではこちらが本日から先生をしていただきます。偉そう、ちょっと眼鏡かけて。はい、名前は、自己紹介しますね。はい、スタジオソウソウというところの代表をしております、新里和則と言います。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらでもお世話になっているのは、毎週水曜日の今日ですね、夜、21時、9時からのキングジャムセッションへのイザネイだった、はい、の番組をスタッフ帝国へのごめんなさい、スタッフ帝国へのイザナイの、キングジャムセッションも一応プロデュースしたりしています。はい、それでちょっと11月からこちらにワン TV のお世話になって、はい、スタッフとね、いろいろ仲良くなり、大月ディレクターともね、はい、いろいろ関係がありまして、その中からギターね、素人がやったらどのぐらいまでいけるのかなと、うん、面白いんじゃないっていう話から、こういう企画が出てね、はい、今日やってみようってことの初日です。はい、一応お店の、スタジオの方ではいつも教室やってて、いろいろなね、毎週、通常は週に1回とかやるんだけど、この会社のね、仕事の中で毎日この練習ができるというこの贅沢な環境でね、ありがたき幸せ、本当に連続してこのどんだけまでね、はい、弾けるようになるかというのが自分もとても今興味あるんです。はい、面白いんですよ、これ。面白くやっていきたいなと思って、ですからキングジャムのパターン通り、ノープランということでですね、はい、今だからみんなドキドキしてますよ、前にね、何が起こるんだろう、そういう感じで今日進めていきますね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、その中であるでしょうか。はい、ではこちらにですね、はい、沖縄 TV トワイライトタイムサンセットタイムでおなじみの、レッド隊長こと、はい、赤嶺です。赤嶺智也です。レッド隊長のギター歴はどんなものなんでしょう。あまり教えたくないほどの出したことないですけど、どんぐらいにいただきたいなと。ど素人、じゃあ動画抜けたくらい、ね、そうですね、素人、素人抜けたくらい。はい、じゃあそれでいい。ドいいって大切なんで、音楽でドっていうのはね、後で説明する。はい、ドお願いします。お願いします。お願いします。で、僕の左隣にいますのがこちら、シロマです。はい、シロマナさん、2週間前から沖縄 TV に配属になりましてですね、新人なんですが、早速こうやってギターレッスンの仕事をしていただくということで、なのちゃんのギター歴はどんなの？全くないです。ど素人です。素晴らしいね。本当にど素人。教えがあります。ダイヤの原石かもしれない。原石ですね。どうにでもありますね、磨くとね、本当に。ね、好きな音楽はって聞くと、なんかシドビシャスとか、シドビシャスじゃないか、ロックとかが好きで。そっか、歌うまかったらロッカーになりたかったんです。歌うまかったらロッカーじゃない、オペラとかがいいんじゃないの。そうですよ。歌うな、歌がうまくないからロッカーになるんじゃない。お前のそれぞれね、みんな、はい、それぞれみんなの感じ方が違う。はい、価値観も違う。はい、というわけで、今日から20日間にわたってですね、よろしくお願いします。で、1時間だった場合、はい、今日、はい、毎回1時間、1時間ね、あとね、今日はスタッフが3人だけど、はい、実はあと2人、はいはい、2人、この2人も多分ね、皆さんが頑張ってちょっとね、奮起してもらって、なんか楽しそうだなっていうのを出たら、はい、絶対やりたくなると思うんで、特に僕より先輩のね、ディレクターさんね、ちょっとかなり期待してるんですけど、はい、これどういうふうに動いていくかということでね、はい、本当に楽しみにしてます。でですね、MC こっちですね、司会こっちなんですけど、はい、では今日さ、はい、ギターをやるんですけど、はい、みんな、皆さんギターってどういうふうに思ってるの、何なのギターって。
なんまあ、僕が普通に思うのは、まあ、アーケード街で、うん、アーケード街でこうギターと友達の方が、うん、ジャンジャカジャンジャカ弾いて、うん、自分の表現の一つの道具なのかなっていうふうに思うんですよね。道具なんだ。でも単純になんか好きな人とかいないの？ギターを好き、ユイとか、あなんかいろんなギターに行ってる人がいないですよね、隊長は。それあんまり隊長ギター持ってるとか何かあったから買ったんですけど、ただ楽器甘いとったらなんか、まあ、歌はもともとギターが読んでた、なんか、俺買ってくれとか読んでた、違う、それもあります。それもある、はい、危ないな。福山、あ、もともと長渕剛だったり歌いながら弾いてるっていう、はいはい、ただ歌ってるだけじゃなくて、そんな道具なんだね。本人が歌いながら聴きながら、なんでただ歌なくて歌ってもいいじゃないですか、ダメなの、はい、なんでなんかギターがダメなの、誰でもできるような気がするし、歌さえ歌えれば、いや一番本当歌さえ歌えれば一番よくて一番難しいと思うよ、はい、歌しかないんでしょ、欲張ってるかもしれない。まずはね、だから、はい、伴奏楽器の道具ですね、はい、っていうトライかな。奈々、うん、ちゃんも奈々ちゃんでいいんですか、はい、もう一緒同じ感じ、そんな感じ、うん、じゃあ今さ、はい、今3人の話を聞いたらですね、はい、すごいあの課題が出てしまったんです。すでに僕は今日なんて言ったの、このこれは何のスタートでしたっけ、ど素人シリーズのチャレンジギターです。ギターだよね、はい、あなたたちをギターを弾く上に歌も歌うってことになったの今。はあ、そりゃ、ね、簡単に言ったけど分かってますか。分かってます。弾き語りですよ、弾き語りをやろうとしてるんですよ。弾き語り、はい、ちょっと簡単に発言してみました。簡単に言ってるでしょ。ギター弾いたことないんだよね。弾いたことない人がいきなり弾き語りのイメージを持ってるから、ね、ギター弾いてる人大抵歌いますよ。そうそう、それもあれでしょ、さらってやってるから、はい、できるだろうみたいな、ね、ピアノは大変だけど、バイオリンは大変だけど、ギターは簡単だよってみんな聞いてますよね。そう思いますよ。いいですね、楽しみです、ね、昔はなんか難しいかなちょっと思ったけど、最近はもうよく考えたらって、抑えるだけで、そう、そうなんだよ、流すだけじゃない、そうなんだよ、それだけだよね、はい、もうそれだけじゃない、そう、もっとどんどんあのこの前向きにいっぱい発言してもらって、そう、たった6本しかない、そう、こんだけ飲んだら、このピアノなんて運べんけど、これ運べるしな、自分でね、軽いですね、軽いですね、できるしね、そうですね、音もバンバン出るしね、うん、だけどこれ一応楽器なんです。楽器なんです、覚えててくださいよ、楽器なんですね、これね、楽しい器なんですけど、楽器なんですけど、楽しい器と書いてから、そうなんですよ、道具はね、カメラも今もあるけど、カメラとかね、はい、道具というのはいっぱいあるけどさ、はい、あのまあ無機質というかね、うん、もうそれでボタンを押したりすると仕事してくれるんだけど、はい、この楽器をさ、うん、あの人間がね、はい、ちゃんと触ってあげないと音が出ないんですよ、これが楽器のちょっと違うところです。いや、僕が例えばね、はい、いいですか、僕がこれ持ってね、はい、じゃあさ、はい、岡野くんがちょっと同じように弾いて、ほら、もっと違うの分かる、それ弾き方が違うんじゃない、この人が出てくるんです、うん、みんなレッド隊長、岡野くん、奈々ちゃん、みんなさんのこのこのギターに対するこのアプローチで返してくれるんです。だいたい機械一緒でしょ、確かに、だいたいボタン誰が押したって再生したり止まったりするじゃん、はい、違うんです、深い、深いんですよ、実は、でも今はそれを考えない、こうね、はい、はい、もう意識し始めた、もう意識した、意識したまずいな、まずい、まあギターっていうのはこんなにもあって、はい、まあなんか普通にじゃあ何も分からないけどギターの説明みたいなのする、はい、それはもちろんした方がいいですね、どっちのカメラがいいの、こっちこっちあっちこっちこっちでやろうか、じゃあこのカメラね、こうやろうか、あ、まあいいや、正面からでいいや、正面から撮ってみて、これでいこう、まずですね、ギターには、はい、ギターって言うけど、で、奈々ちゃん、ギターってこっちにあるギターの他に何か知ってる？エレキギター、エレキギターね、うん、あるよね、はい、エレキギターっていうね、はい、じゃあこれは何ギターって言うんですか、こっちにある、うん、フォークギター、フォークギター、大丈夫、なんて言うんですかね、エレキ電気じゃない、エレキ電気ではないじゃないので、わからんね、木木木のギターね、エレキも木だよ、あいいですよ、じゃあ木のギターね、じゃあ小川君は何か浮かぶ、アコースティックギター、おー、アコースティックギターね、オッケー、なんかであるんじゃないですか、裏が他に、いや、裏はないよ、ないです、まだ CM 大丈夫なんでね、あのさ、あの、そう、
最初に出た奈々ちゃんが出たエレキギターね、うん、エレキギターって何の略か知ってる？エレクトロフィック。そうそう、エレクトリックね、うん、だから電気的なってことね、うん、それの反対、アコースティックって言ったさ、うん、アコースティックって意味わかる？アコースティックっていう英語の意味、ウィキペディア。アンコード、アンコード、アンコード、うん、アンコードで、ただアコースティックってあるわけよ、うん、アコースティックっていうのは単純に音響っていう、うん、音の響きっていう、うん、意味はね、そら、うん、なんで音の響きのギター何の意味かって思うでしょ、うん、ただエレクトリックに対する生っていう意味でアコースティックっていうのを使ってるし、うん、これ今もこういうのアコースティックなど、この響き、生の響きって言って、うん、でエレクトリックの対象としてアコースティックのギター、うん、だから大きく分けるとアコースティックギターとエレクトリックギターっていう、エレキとアコギ、アコギだ、うん、エレキ、アコギ、なんでエレキって言わんだよね、エレキじゃない、エレキとアコギ、アコースティックギター、アコギっていうのがあります。で、今日からやるチャレンジギターはね、はい、アコギの部門なんですけど、アコギですか？アコギ、これアコギなんですよ。で、アコギ、じゃあ音響的なっていうか生のっていう話なんだけど、はい、なぜ生なのかというと、このこういうギターってまず穴が開いてるでしょ、はい、こっちね、サウンドホール、こっちもね、はい、サウンドホール、音の穴っていうんですよね。で、このボディっていうんだけど、はい、これもこういう感じ、厚みがあってね、はい、この箱みたいになってるでしょ、はい、実はこれね、太鼓なの、カホン、ね、これを弦の音をこの中で響かせて、はい、この穴から音が出てくるから、音が出てくるんですよ。この穴を閉めて、ボディを空気層をなくすと、エレクトリックギターって言って、全然音が鳴らない。聞いたことある？生のエレクトリックギターの。ありますあります。チャラン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 。全然音がしないんですよ。あ、チャラチャラして。なんじゃこれって。それをアンプに突っ込むとドッカンってなるから、みんなこのギャップが楽しいんだけど、それもいつかはあのドシロットシリーズでね、チャレンジがエレキギターに行くかもしれない、ね。その時はもう、ね、キュイーンでしょ。その時は上でやろうね。このスタジオで多分できないと思う。キュインキンはできるけど、今だから妄想してるだけさね。君たち言ってるけど、これも弾けないんだよ、今ね。これを、僕は、あなただけにこれを弾いてもらわないといけないわけ、仕事としてね。僕、それが仕事なんですよ。そのために、今ね、あなたたちの今、まあ、リミットをかけないようにしながら、ちゃんと分かるような、どうやったら、理解できるかなっていうのをちょっとね、今までノウハウを含めながら、ちょっと説明していくんですけど、まあ、講義の説明なんだけど、まだいいのかな、時間。じゃあ、そのならば弾きますね。あ、じゃあ、CM ってからね。だいたい CM です。ご存知ですか？